桜井梅室火園5年10月1日は、江戸時代後期の俳人。成田早急、田川邦郎と共に、天保の三大家に数えられる。前職は、加賀藩と騎士。上田バーレーに俳会を学び、秋エンジャ安四世を襲名、京都、大阪、江戸、金沢を渡り歩きながら活動した。明和6年11月27日、加賀国金沢マス型に生まれた。 陽名は、自郎作。天明6年16歳で徘徊を志し、当初上田バーレーに入門したが、完成4年死去したため、その死、高久は乱行に就くも、完成10年乱行も死去したとされる。ただし、武名はさらに直接支持していたことを示す。当時の資料はなく、バーレーが無名だったため、より巧妙な武名はさらに不快されたものとする説もある。 完成12年秋エンジュアン3世泉有香が、創生すると、2世、成田早急の勧めで世を継いだ。今日は元年春京都で、早急に挨拶を済ませ、最初の春町、猿の面を観光して、中央廃壇に登り、帰京した。金沢では、家業のため廃徊に専念できず、文化4年家業を弟子に譲って上京した。当初、清瀬重吉宅に身を寄せ、 八木たいりで越年した後、文化5年3月時を訪れ、11月帰京、文化6年3月祭祀を呼び寄せた。この年から先週、四事業を毎年観光するなど、活動を本格化させたが、生活は貧しく、753町再編、満期任命録の半下を書くなどして、ここをしのいだ。文政年月、ま、赤淡島を旅し、 文政3年春大阪に、天京、9月中国地方を旅し、秋国で年を越した。文政5年主、村下会議により、江戸に招かれ、伊勢国、尾張国で交流しつつ、三河国吉伝で年を越し、文政6年4月27日江戸に到着した。文政7年3月鹿島神宮に参詣。文政8年2月と根川筋を旅し、6月帰宅した。 文政9年停発した。文政10年3月桜、東金、新正寺をめぐり、安房国外模様に投入した。文政12年3月21日神田都島町の自宅を焼け出され、5月桜、東金を再放した。8月草加塾から日光まで奥の細道の校庭をたどり、10月帰宅した。天保3年5月日立国小川、あじきを旅した。 天保5年2月上牧町の自宅を再び、焼け出されたため、5月2日、月夕、寺田霊山と越中国へ立ち、野村空水と交流しつつ、魚津、富山、高岡を経て11月22日金沢に帰郷した。天保6年1月、淡津温泉、天保7年4月山城温泉、山中温泉、天保8年4月関和と七尾、9月を常と、 元吉浦を訪れた。天保十年礼三に、大津吉中寺の松尾場所を150回、木引上絵式に招かれたのを機に放浪を再開し、京都、大阪を往復後、天保十一年四月卓大と阿波国、七月、琴平宮、別子道山、八月美全国床山をめぐり、九月、帰京した。天保十二年木岡天来から届いた、質問状に返信したところ、 天雷は、この変身をもとに、媒質派の差し合い、去り嫌い、式目形詞を論難する、徘徊七草を出版した。媒質は、梅林茶団、門下は、聖心し、徘徊春の他、磯の波を観光し、天雷派の飲酒性を非難して応戦したが、天保十三年に一月秋区に宮尾聖庭はぎれが、養分の風で両者の論争を非難し、収束した。 天保13年8月伊賀国安城寺、文化14年9月大阪、10月大津吉中寺で、馬所延期を営み、高下2年伊勢国津梅、伊勢神宮、四日市、海営3年立丸と大阪、堺を旅した。海営4年二条家から、加賀総省七世周名の打診があり、石室、寺島森立を上京させ、4月15日の免状を、得た。 かえ五5年6月体調を崩し医師にかかったところ、薬では治らないと告げられた。8月6日、病床につき、9月18日、ひとしずく今日の命ぞ、菊くのろ、11月1日旧作、石の都に、いつまで草の紅葉かなを上書し、馬の国死去した。11月3日葬儀が行われ、寺町通広工事、上がる本禅寺に葬られた。法名は、 法園院、梅出暇どこじ。金沢の菩提寺喜び隠寺にも分骨され、二十九日供養が行われた。昭和六十三年から、毎年喜び隠寺で、梅出機が営まれ、紅葉、区会、八和が行われている。正岡式が、早急、梅出等の天保以降の徘徊を、月並町と告評して、以来、梅出の徘徊は長く帰り見られなくなった。 もっとも指揮は、二人の徘徊が陳腐に見えるのは、後世の人が真似て使い古したせいだとも述べるなど、二人の徘徊を必ずしも断定的に批判していたわけではない。売質を肖像縮み、売質を記念録猿面として知られ、諸女作、猿の面もこれに由来する。淡路国を訪れた際、地元民は、雪をならば雪のように良い男だろうと噂したが、 実際に覗き見ると色黒く、猿面だったため、腹を抱えて大洗いしたという。祖先は大和国桜井出身で、前田利長に剣術を持って使え、後に都議士を務めた。父、桜井新九郎は綿焼院門家の廃人で、雪勘と合した。母は中村家出身で、完成九年没。上京前の妻は、文化11年7月に日没。 三男は、文政二年を見国こや記事で出家したとある。他の子供については伝わっていないが、女子がいたとも言う。高下元年六月長男桜井農官が生まれたが、産んだのは初めて上京した時に目取った妻とも、古紀の時養った16歳の美目家けとも言う。当初門人内海淡節を養子とし、農官は、妙法院村岡家の養子に入れたが、 石も武ぶしは農館を桜池に帰らせ、自身は内海生に服した。ありがとうございます。